はい、今ねお皿に盛りましたっていうか入れました。よし、じゃあちょっと向こうで運ぼうかね。俺が運んでいこう。よし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 、はい、出来上がりましたね。えよいしょ、足で開けるっちゅうね、カメラ持っとうから。よしよしよし、はーい、へへへ、うまそう、めっちゃうまそう。あーでね、はい、こちらでもねちょっとね、はい、ご飯できてますので、ちょっとね、あとお米とかね、ちょっとスープとかいろいろついてからね、ちょっと準備したいと思います。はーい、よしよしよし、はい、今ね食卓の準備ができましたね。里帰り飯ね、母ちゃんと2人でこれからいただく夕食でございますけどもね、母ちゃん今回うまそうだして、さっきほら母ちゃんが作ってくれたな、このね卵とねトマトのね、このねぐちゃぐちゃ料理でもこれね結構コメントでね、食べてみたいとか美味しそうとかね、ちょっと調べて作ってみるとかっていうね結構あってね、実際ね会った人もね、あれ美味しそうやねとかって言ってくれる人結構おったというね。だけどね、おおざっぱいから、でもねちゃんと俺が美味しいよとね、自分がいっぱい出た時はね、うん、片栗粉がちょっと入れるとね、うん、あ、そうだよな、そうすると、うん、固まりにくいったいな、さあそうだよな、トマトが水分持っとけんな、うん、なんかそれがポイントなんだそうですよ。ちょっとね、だからもうもしねこれね、この動画を通じてから、あ、この卵とトマトのぐちゃぐちゃ料理作ってみたいなと思ってねくれた方、ぜひぜひ、あの片栗粉をね、なんかちょっとアクセントとしてな、水分が出るから、ほら水分が出るけんな、トマトから、うん、それを入れてからね作っていただけたらと思います。はい、ではね、じゃあ早速ですよ、このね、はい、今回ね母ちゃんと2人でいただくこちら、トマトと卵のぐちゃぐちゃ料理。はい、でね隣こちらはゴーヤチャンプル。ゴーヤチャンプルね。はい。最近このゴーヤがね、食べれるようになったな。この苦味美味しいな。そしてこの豚肉の卵とやっぱ合うね。はい。でね、あ、これこれほら。前に買ってみましたね。ほら、これこれね。海竹の粕漬け。ね、東島珍味堂さんがね、出してるね。これほら、佐賀の三大珍味であるこの貝ですね。コリコリとした歯ごたえの海竹っていう貝をね、このカスにつけたね、母ちゃんがこの前ね、これ買いに行ったもんな。これ大好きな、大好きっていうことやけんな。ああ、そうだそうだ。でね、うわ、かわいらしい。これなんだこら。イカ。イカね。あら、ね、イカの何やこれ、イカをただ煮ただけた。煮ただけたいな。でも、これ素材自体がもうそもそもが美味しいけんな。もうね、暑いけんね。うん、熱いもんな。いろいろはね。うん、いや、でもめちゃめちゃ美味しそう。で、これ、作れん。作れんな。で、最後、ラスト。これはタイ。あ、タイの切りみたいな。そうそう。これは何や、これはなんか、これ煮つけたてね、これ。煮つけたとタイ。煮つけたそうでございます。はい、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 はい。これだけで。はい、ではね、ちょっと今からね、はい、お食事をね、したいと思います。ちょっとカメラセットしますので、ちょっと待ってくださいよ。はい、でも今回もね、おかげさまで母ちゃんのね、作る手作りのね、はい、お袋の味をこれから味わいます。はい、里帰り飯でございますね。はい。よし、食べようか。食べようか。よし、はい。じゃあ、いただきます。はい、ではいただきます。はい。うまそうやな。よっしゃ、ちょっと早速やけどさ、うまくなかったりかんけど、最後食べてまずね、母ちゃんがこれ作ってくれたね、宣伝もしたけんな、結構動画も撮ったけんな、これ今ね、よっしゃ、ちょっとね、よ
しよしよしよし。まさかこの土地だからこう食べると思えるだな、これな。なんかぐちゃぐちゃになったね。こんなことぐちゃぐちゃやねん。卵とな、トマトのぐちゃぐちゃで。よし、母ちゃん。ぐちゃぐちゃに。はい。お皿にね、入れましたので。ではでは、ちょっとね、早速、母ちゃんのね、この料理いただきます。ぐちゃぐちゃにを。ぐちゃぐちゃにをいただきます。はい。本当はね、これ。またそのうちね、ちょっと一回作ってみるかね、うん、本格的なあれを。本当はこんなもんじゃないけん。いや、待って。うん、うまいな。うまい。うまいな。あ、うまい。大雑把やけん、こっちやろ。うまい。ね、大雑把やけんね。あ、待って、うまいだ。うん、うまい、うまい。そうね。お、うまいな。あ、うめえ。このトマトの酸味ともちろんこのトマトの旨味、これね、なんかうまいな、だしもな、だしとあの醤油もよかったんかな、美味しいわこれ。あ、うん、美味しい。うん、あ、ちょっとご飯も美味しいな、米も。そうなの。うん、あ、うまっ。よかったんだよ、うん、家があるよで昔、うん、ほんと聞いちゃうとき、ほんと大嫌いだもんなこれ、うん、がっかりしようだけど、今じゃくさうまいうまいで食いようばい。あ、うん、おいしか、マジめちゃくちゃうめえな、うん、おいしい。昔はもっとうまかったはずや。うん、病院くらい入ってから本格的なとこ作るよって、うん、何が本格的か分からんけどですね。これはもうほら、それこそ、あんたが言うことで、まあ、シンプルにな、むちゃくちゃみたい。うん、あ、また美味しか、合うな。でも卵とこのトマトの相性いいんやな。水分はパッと見た目は気持ち、見た目は気持ち悪いけどな、水分っていうか水が全然使ってないけんね、これは。あ、美味しか。あ、美味しい。あ、そうやな、水入れてなかったもんね。だけ野菜を、野菜、うん、あんた食べんやろ、あんまりね。うん、こういう時はいいよ。あんま食べんね、ほんとね。わ、ちょっとトマトがものすごいいいって言うけど ね、 ね、ゴーヤもちょっとね。あ、美味しかった。じゃあちょっとね、ゴーヤもね、ゴーヤチャンプルもいただきます。こんなまたね、ゴーヤがちっちゃい時も苦手も、俺がちっちゃい時なかったんかな、まだあったよ、昔から。ちっちゃい時からあったとかね、このゴーヤって。あったけん、塩ったけん、それもう好きだったじゃん。あ、うまー、やべ、なにこれ、あのね、癖になる味やな、この苦味が。うん、そうかもわからん。これ癖になる。これやべえ、これめちゃうまい。昔さ、初めて食べた時は苦いと思ってた。そうだ、初めて食べた時は印象がな、うん、初めて食った時はな、ところが、ね、苦いけ、こんなもん食べれるかってか、ね、苦いと思ったけど、いや、でもこの苦みがまた食べたくなるわけ。おお、後引く味っていうか、なんていうかな、そういう時は、うん、夏になったらね、うん、うまか。このゴーヤチャンプルはよく作るよって。あ、うめえな。あ、うまい。うまい、たまらんね。このトマトにしろ、そしてまたこのね、ゴーヤにしろですよ。もうほんと私ちいちゃい時ね、苦手で、まあ基本野菜でね、あんま好きじゃなかったんですけども、ほんともうね、今この年になって生野菜とか食べてもね、わ、美味しいなと思うようになったんですよ。なんか不思議とこの味覚が変わったっていうかね。でもちろんこのゴーヤでもそうですよ、この苦さね。いや、でも今でもこう苦手だなと思う方結構いらっしゃるのではなかろうかなとは思うんですけどね、この味にはまったらね、
いや、もっと食いてえ、もっと食いてえとなるぐらいね、こう後引くね、ほんとね、美味しいね、このね、味がね。うわぁ、イカちゃん。可愛らしいな、これ。ちょっと皆さん、ほら。もちろん、そんな見せんね。かわいいかまでいいかな。これ、小イカばっかりね。あ、あ、うわぁ。これ、味噌が入っとうやん。うん、味噌が入っとう。ちゃんめえ。うまいね、これ。あ、味噌がめちゃくちゃ入っとうな。頭がいっちゃうな、このイカ。あ、なんで頭が。味噌がいっぱい入っとうけど、お前。あ、頭が悪かったら、お前、味噌ちょびっとしか入っとらんめえ、もう。うん、あ、めちゃくちゃうまいね。このね、最近またこの味噌も好きになって、このね、味噌のね、好みが変わってきたね。うん、変わってきたな、これ。うん、これ、なんていうかな、この味噌の味を、こう、うまく表現できるんですけど、このね。うめえ。うわ、うまいなぁ。めちゃくちゃ、このイカ詰まってますもん、脳味噌が。めっ。コクがあるもんね、味噌が、ね。コクがあるよ。私は空っぽですけどね、もう頭振ったらカランカランカランってね。でもこのイカちゃんもギュッとね、脳みそ詰まってます。逆にこれ食うたら頭良くなるかもしれんな。そう、そうやね、うん、うわ、うまい。むちゃくちゃうめえな。うわ、うん、おいしい。このコクがあるね。この味噌まで考えとられた、このイカ買った時に、うん、このイカ買った時に、まさかこんなちいこいイカがよ、こんな味噌詰まっとうとか思いませんやったね。めちゃくちゃうめえな。柔らかいやろ、小さいけん。これを炊きすぎたら硬くなるわけよ。そう、うん、確かにそう思う。炊くコツがあるわけ。うん、あるやろ。イカの場合はね、うん、そこやっぱこのね、この歯触り大事な、柔らかいね、このね。ただね、私これもね、この煮込みっていうかな、これもね結構苦手だったんですけどもね、いやー、これもまたこの年になったら美味しか。逆に食いて、どんどん食いたい。これはめちゃくちゃうめえ。いや、和食でもね。いかもね。うん。大きいと高いじゃん、この大きい。高いもんな。ね。もうさ、もちろんそうだよな、サイズが大きいのはね。うん、だってこれ、小さいやるけど、うん。小さいとか。これいくらぐらいだったかね、これ。でも、買ったな、確かにこれ。2、300円ぐらいで買ったな。なんか確かこれ皿いっぱい、これ、ね、この量ですよ。この量でね、シマル式で買って多分200円か300円。200円くらいないか。まあ、300円くらいでしょうね。ぐらいやったろうと思うけど、ちょっと8円。いや、マジ、これめちゃくちゃうまい、これ。なかなかね、これ早くいかんとね、これ買われんじゃね、これ。でも結構みんな大きなイカの方を目当てで買うけど、これ結構残っとったりするとよな。この大きさのサイズって。これだけど。でもこれ、これめちゃうめえ。いや、酢味噌するにしてもね。酢味噌で食っても美味しかろうたいな。なんかいつも酢味噌するやんね。おう、そうだ。で、今日は珍しいだもん。日本どうけ、お前。あ、いつも酢味噌するけね。うん。いや、でもこれ。材料は一緒やけんした。ちょっとめちゃくちゃ買え。うん。いや、この煮込んだ味もこれ美味しいな。もちろんこの煮込んだ味付け、母ちゃんの味付けなんですけどもね。味噌が美味しい。美味しい。味噌美味しいな。めっちゃめちゃつ。うん。うん、うわ、俺の頭の中にもめちゃめちゃ今脳みそが増えていようかもしれん。成長しようかもしれんです、これも。本当にもう。おいしい。食べやすいもんね、これね。食べやすいな。小さいけん。うん。で、柔らかい。うん、真ん中に骨があるけん、気をつけとけと。鯛の骨だけは。鯛の切り身ですね。そしてこっち、糸島といえばね、この、マダイの水揚げ量がね、日本一なんですよ。なので、このね、糸島で鯛を買ったら、まずね、お安く買えると、お手頃価格で買えますので、これもめっちゃ安かったもんな、うん、何百円、二三百円ぐらいかな、これ、まあ、極端。ではではでは、ああ、これちゃんともう料理してやったけんね、うん、やっぱ300いくらはしたと思うけどね、うん、あ、美味しいな、うん、あ、美味しいな、だけどもう料理するとか大変やけんさ、うん、暑い時は、うん、最初からもこれ切ってからね、このパックに入ったらあるから、もうほんとこのまんまね、もう煮込むだけやな、うん、料理しやすいだけ、ほら、うん、丸ごとの鯛買えば、ちょっとな、ほら、さばかない関係ですね。
大体ほら、全部さばきよったら、うん、私自分で。大体彼女さばききるんですよ、お魚はね。うん、でもまあもう、もう言ってももう80ですよ、母ちゃんもね。あ、あと美味しいな、うん。やっぱ和食、そしてまたこのね、海の幸も美味しいな。似たようなのばっかりになってるね、いつも。やっぱね、どれもこれもやっぱ美味しいもん。やべ、ちょっと待ってよ、これ。うまいな、これ。ね、うまっ。おう、うん、これ卵だけ食べるのではね、うん、トマトが入っておけん、栄養は、うん、栄養価は高いよね、うん、高いな、うん、あ、久しぶり、佐賀の三大珍味であるね、このね、海竹っていうね、貝のかす漬け、久しぶり食べるな、これね、東島珍味堂のね、美味しいもんね、美味しいもんな、もうほんとこれ大好物でね、私ね、ほんとね、20年前めっちゃ食ってました、これ、はい、いやだけどもう俺の口の中に入れるのはほんと20年ぶりかも、これ。ではでは、そう、このカスの味、うわっ、で、そう、この海だけのこのね、コリコリとしたこのね、歯触りがめっ、カスやっぱうまいな、やっぱ東島珍味堂のカスうまい、うん、あ、まあそれは、それは、うん、それは好き好きはあるかもわからんけどね、まあ好みはあろうばって、これ好みは、うわ、ご飯何杯でもいけますよ、これ、いや、うめえなね、これ貝が入っとるやろ、うん、この貝が美味しいもんね、私貝が大好物やけど、そうだ、もともとな、もともとね、うん、いろんな貝が好きやもんね、うん、貝類やったら何でも好きや、貝は、うん、貝も好きですよね、貝は好きじゃなく貝も好きと、イカも好きと、嫌いなもんないね、考えたら、うん、ないな、好き嫌いかな、何でもかんでも口に入れて食べるなだけど拾って食べんと言うと言ってますよと。いや、本当やね、うん、ね、あ、ゴーヤ、カスの量、カスの味が濃いね、これ濃いったんチュンちゃんのとは、うん、もうちょっと薄くてもいいんじゃない、いや、俺これこの味がいいな、やっぱパンツ焼きで美味しいな、これ何を入れるとか、ここはアルコール分やろか、ね、これ、それはもうこだわりのそのレシピがあるはずやけん、なんかあるやろね、うん、ずっと味変わらんけど、ものすごく大人気やけん、チュンちゃん生きとってやるかね、まだ、うん、まだ生きとろうったんね、え、チュンちゃんって言ってからね、このイラストのおじさんですよ、このイラストのおじさん。ねえ、チュンちゃんってから私知り合いなんですよ。そしてこのイラストね、これ私がね、もう今から20年前に描いたイラストです。ね、実はこれね、知り合いなんですけどもね。このチュンちゃんが、この海竹のカス漬け、このカスを作ってね、はい、販売しておりますので。だけど佐賀県に行ったら、まあ、佐賀市の方かな、佐賀市、大和のね、近辺でね、これ売ってますので、佐賀市求めて。買って食べてみてください。あそこでも出とった見たよ、うん、私テレビで見たとやけど、あの、うん、この産みたてた、うん、あの朝市があるよって、ね、朝市でも売り寄ろうたいな、あの、うん、あの、うん、あ、おばちゃんたちがずっと行くやろ、うんうんうん、ね、あそこでね、なんかこれこれが売り寄ると見たことある、うん、テレビで、うん、だけこれ食べたいねって私が言う、ああ、そうだよな、うん、テレビでたまたま見よった、まあ佐賀のほら名物的だね、うん、うん、名物的でも納得してな、ああいう朝市でも売りに来るやん、朝市って言ったら明日結構早いかに関係ね、朝早まで、うん、うん、まあ一応連れててやるかね、朝早く行く、ああ、あら、ゆういちろうが行ったって言ったかな、うん、朝市にと、あの、うん、イカのほら平板の、うん、あのやかって食べたってね、何でも売りようもんね、あそこは朝市は、うん、売りようたいろんな魚とかね、うん、まあ佐賀で上がった魚なんだよね、まあ海鮮というか、まあ佐賀で取れる海の幸だよな、まあまあ、あの、あそこで、うん、うなんていうと海、うん、あそこで海洋圏ね、海洋圏ね、うん、
いやいや、でもね、今回もね、本当に美味しいね、料理。してね、まあ皆様にも見ていただきましたけどもね、この卵のぐちゃぐちゃ料理作るとこね、動画で収めることできましたので、もしよければね、参考にして、ね、これ作っていただければと思います。ねえ、母ちゃん。玉ねぎと、玉ねぎ何やった、うん、まあ、さらにこれになんかね、こう、牛肉入れたら美味しいとかね。牛肉もね、入れると。ただ入れるだけで、あれ加工じゃないかね、ちょっと。なんか加工じゃないかなってなんか言ってますので、なんかね、一工夫してね、さらにね、これに入れてね、作って、まあ、一度なんか食べてみてください。はい、じゃあこれでね。これが一番簡単だ。トマトの。まあまあシンプルでな。栄養もめちゃめちゃあるしな。タンパク質、ね、ビタミンに取れるし。夏はもういっぱいおや。で、うん、レギュラー、トマトが。出るけんな。うん。まあ夏の野菜でもあるけどな。値段も安くなるしね。ああ、そうだよな。夏場になる。うん。簡単な。簡単だよな。うん。俺は簡単に作りきらんけどですね。はい。簡単。こんなこと簡単。うん、いやでも美味しかった。美味しかったらまたこれからまた食べ続けますけどね。まあ、ちょっと動画はちょっとここら辺で切ろうかなと。ね、あんまこう長ったらしくね、喋ってもね、なんかお前ね、いつまで喋るのみたいなね、言われてもね。うん、はい、でもまあ最後までね、皆さん動画ご視聴していただいてありがとうございます。ね、ありがとうございます。まあこうやってから母ちゃんと二人でね、食事をしながらね、こうなんかこうほのぼのしたこう時間をね、過ごせる、こう本当にね、幸せやなと思っております。そね、母ちゃんのね、このね、お袋の味で母ちゃんの愛情に包まれて、またね、今からちょっと食事食べていきたいと思いますので、はい、ということでね、今回はね、里帰りの夕食ということでね、はい、皆様にね見ていただきましたね。もうどうかこうか分からんけどね、でも母ちゃんもなんか最近こうやってね、動画に登場するようになってからね、よりなんか元気が増しましたね。でね、この撮影した動画もね、母ちゃんが見せてるんですよ。したら母ちゃんもこう動画見ながらクスクス笑っとります。ね。まあ楽しみにもなってるな。うん。まあ張り合いにもなるしな。よかったよかった。張り合いになるね。ね。うん、そうだ。それからまたね、たくさんの人がね、母ちゃんのファンがおるった。うん。ほう。母ちゃんね、出てきてくれてありがとうとかね。見たもないっていうね、おばさんも。年取ってもすぐ若くて綺麗な時に出たかったね。ああ、まあそうだ、まあそれはそれだよな。これはこれ大切でね。年取ってきたなってから動画に出るんかよ。ねえ、でもまあね、母ちゃんよかったらね、皆さん応援していただければと思います。ねえ、見てもブリブリ食べてからね、肌もパーンとなってね、はい、本当にね、今元気に生活ね、できております。ねえ、これからまたね、母ちゃんと一緒にこれね、たまにこんな夕食をね、撮影して、ね、動画でアップしたいと思います。はい。ね、感謝。はい。ということでね、絶好調の、アラッキーと、母ちゃんです。はい。ということで、皆さん、最後までご視聴していただきありがとうございました。では、またねー。